っちゃ崩れてたんで直しました。もう本当に崩れちゃう、もう外に出た瞬間バーって感じでも直したらいいか、ここスッキリしてる、ほんまに。やった、ツイッターのおもちゃの写真が可愛くて軽く死んだありがとう、見てほしい、ぜひ。あとセトラブのいいね待ってます、待ってます。こんばんにゃこんばんにゃ、今日可愛いね、いつも言ってくれてんじゃん髪伸びたね、本当にもうなんかビョーンって感じになっちゃったね。このままどうしようかね。いいねもコメントもした、ありがとう。ストラボ重かったの解消された、あ、わかんない、いやでもこの間見た時は結構なんかカタカタしてた。この服もあってそういう今日大人っぽいのかな、バサリ行くの、いや、ガルストも発売だね、そうだね、みんな私はまだ見れてないんですよ実はあの実は見れてない、まだ気になる、どんな感じに映ったんやろ、最近ずっと大人っぽい、ほんまに、やった、本売ってなかった、私も本売ってなかったんですよ、なんかあれかな、雨とかでなんかまだまださ関東の方にしかないのかな、本屋さんになかった、また後で来るのかな、後で違う、釣りの推しが未決定ですよぜひじゃあ桜花のこと気になってね。広島は基本的に2日ぐらい遅れる、あ、ほんまに、じゃあ2日間ぐらい遅れてからまた本屋さんに行こうかな、教えてくれてありがとう。でも確かにそれくらいな気がするよ、いつも、あ、タワレコか、あんまりね街に行かないから、自分行ってみるよ、またどうなんやろう、普通にどこで売っとんやろう、もし広島でゲットした方とかいらっしゃったら、あさってに届くみたい、私もやっぱ予約した方が早いかな、買おうと思ってたんや、クワトロの時ね見に行けないんですよ、近く可愛いね、ありがとう、クロンってなってる、ちなみにアマゾンで予約したのに土曜日到着、あ、そうなんや、そうなのか、土曜日か、結構遠いね、見たいよ、あさってに届くみたい、お、いいね、嬉しい、楽しかった、めちゃくちゃいろんなことしました、もう本当にマリーナホップのいろいろなあらゆるところで遊んで、あらゆるところでコンビニあ、出版社さんから送られてくる時もあります単純に、あと保存用が欲しいんですよ、せっかくだからね、事前予約したのでちゃんと取れた、その手があったかね、みんなすごい、本当に、チケやったりします、お楽しみに、その無邪気なももが多分たくさんある、もう笑顔なももしかないかもしれないっていうぐらい笑顔がいっぱいした、あ、でも決め顔もした気がする、本屋で店員さんにこれ僕のおしめなんですよって自慢するか
ありがとう。何冊買えばよかったんだって。そんな無理しなくていいよ、いいけど。で、買ったら保存用に。こんばんは、こんばんは。切り取って持ち歩くよ、持ち歩く。そんなに？え、そんなに？私は保存用と鑑賞用だけかと思っとった。そう、21日は朗読劇で、香川？また四国に行けます。いやいや、おもちゃ言ってください。いやいや。たまにでも普通になんか、私普通に使います、結構。なんか、いやいやな、いやいやって言うときあるかも。またうどんチャンスな。確かにうどん食べたい、本当に。うどんが忘れられない、私にとって今。ももたん、はーい。ハートさんとおとありがとう。あ、ピアノピーさんかわいい、ありがとう。タンポポのうさきさん、チンアナゴありがとう。ケイシティさん、金魚すくいありがとう。ドラガンさん、よく頑張った、ありがとう。エイトさん、チンアナゴありがとう。モチタロウさん、いいね、ありがとう。タロイモさん、人でありがとう。ターさん、チンアナゴありがとう。キサッシさんか、かんだ、キサッシさん、かわいい、ありがとう。ターさん、かわいい、ありがとう。ニャンキチさん、かわいい、ありがとう。ケイシティさん、ダルマありがとう。ピヨコちゃまさん、たるまありがとう。ケイシティさん、チアナゴちゃんが買った。タツノオトシゴありがとう。ピリリさん、金魚すくいありがとう。テルさん、かわいい、ありがとう。ゼロさん、チアナゴありがとう。ケイシティさん、人でありがとう。アザースさん、チアナゴありがとう。あ、メールね、送ってくれたよね。今日食べたうどん見たよ。美味しそうだった。9月の広島の後、四万十に行く予定と、お、じゃあぜひ四万十うなぎを食べていってくださいね。ちょっとお高めだけど、うなぎだから。私も実際そんなちゃんと食べたことないかもしれない。すごい高級だよね。食べてみたいな。サラコのおメールでめちゃめちゃ可愛いもんこと届いた。え、そうなの、嬉しい、ありがとう。チャーノコの動画見た見た、可愛い。ニシキアナガがピョコピョコしとんのが可愛かったよ。四万十うなぎね、めっちゃ美味しい。私は食べたことないけど絶対美味しいって自信はある。なんかよくスーパーで四万十うなぎのなんか歌みたいな流れとった。四万十の天然はお手頃価格です。あ、そうなの、お手頃なの。じゃあ食べられる。てかもう高知のお魚美味しすぎるから、何でも食べて、何でも美味しいから本当に。しまっとのりね、いいね。しまっと遠くて行けんかった、遠いよね。そう、だいたいなんか駅で降りると、あの高知駅とかでみんな降りると思うんですけど、しまっと行くの遠いもん、そっから多分。カツオその辺に泳いでるってマジ？え、泳いでないでしょ。え、見たことない。どうなんだろう。ニオールブルーじゃダメなんですか？え、めっちゃいいじゃん、好きよ私。どれくらい、どれくらいだろう。でも結構遠い。なんかさ、横に長いんですよ、そのコーチが。遠かったよね、遠いよ、遠いけど行きたいなって感じ。広島から福山くらい、そうかな。いや、もうちょっと近い、そうかな。ごめんごめん、あんまりはっきりしてなくて申し訳ないけど、結構遠いです。100キロよりあるね。あ、ありがとう、らしいです。100キロよりあるみたい。広島は新幹線があるからいいけど、
にゃいにょでもうちょっと時間かかるかな相当。でも行って損はないかなってすごい思うくらい美味しいものいっぱいある。そろそろ15分かな。あ、56分か。ありがとう。じゃあ58分ぐらいになったら読もうかな。申し訳ない、15分で。もちゃめる、これからは真面目に返して、ありがとう。思うかも。また後でいっぱい送りますので、ごめんね、今日全然遅れてない、本当に申し訳ない。リッチさんかわいい、ありがとう。ふみさん、タツノオトシがありがとう。かいもう人でもありがとう。キサチさん、チアナがありがとう。リッチさん、チアナがありがとう。ハートもありがとう。こんな可愛い子が15分も見られるなんて幸せだ。ありがとう。好きです、もーちゃんめ。可愛いもーちゃんが見えただけで満足ですよ。すごい優しい、ほんまに。なんでそんな優しいんや。晴れみんなとよ、よかった。ちょっとみんなの、なんか、みんなとの、みんなにとっても、私にとってもすごい、ん?なんて言う、え?ちょっと言葉が分からん。私にとって、本当に楽しい時間なのでね。みんなにとってもなんかこの時間が楽しみになってると嬉しいって言いたかった。さっきのは言いたかった、そう言いたかったんよ。みんなデレデレすぎるでしょ。僕はデレデレが好きだから嬉しいよ。19日また会えるの、やった。僕もめっちゃ楽しいよ。よかったよかった。13分経過、ありがとう。じゃあ読みます。気持ちは伝わっております。よかった。ありがとう。10歳のリーチさん、ありがとう。12の闇討ちしたくまの軍隊、ピピピピピさん、ありがとう。11のしらすさん、ありがとう。10位のピリリさん、ありがとう。9位の秋佐藤さん、ありがとう。8位のひでくんさん、ありがとう。7位のまぼろしさん、ありがとう。6位のふみあとマークうふふさん、ありがとう。5位のたらいもさん、ありがとう。4位のたんぽぽのお酒さん、ありがとう。おもちゃのウィンクが見たいのですが、オッケー。ありがとう。シティさん、ありがとう。12日、宮島でかき氷行くか、見たら行く。どっち?美味しいな。かき氷も食べてほしいけど。今変わったよね。ちょっとパッと読み、さん、ありがとう。8位のふみあとマークうふふさん、ありがとう。ありがとう。3位のテイセティンさん、ありがとう。2位のターさん、ありがとう。1位のドラガンさん、ありがとう。高松ツアー楽しかったよ、ありがとう。また会いましょう。ありがとねありがとう。ありがとね。さしてやった。今日もありがとう、ありがとう、ありがとう、みんな。バイバイ。また明日会いましょう。メールいっぱい送ります。おやすみなさい。いい夢見てね。おやもも。バイバイ。おやすみ。